あ、どうも、ジーパンサイクリストの榎本です、はい、もう来月は言わないです、はい、皆さん、ところで皆さん、ステムの長さ合ってますか？僕は多分合ってます。これからまあ冬になってこの厚着したりとかするとこのポジション変わってきたりとか寒くなるとこう体硬くなってくるんですけど、ステム交換すればそれ改善されると思うんで、今日は僕なりのステムの選び方の動画になると思うんで、もしポジション迷走している人とかいたら最後まで聞いてもらえば、なんかこうヒントになること言ってると思うんで最後まで聞いてください。はい。これ僕のかっこいい、グランピのシグのロードバイクです。僕のステムの長さはもう決まっててですね、ちょっと榎本画伯が来ました、簡単なステム帳調べ方かっこ目安ですハート、ステムの長さ僕は670、このサイズが重要なんですけど、これ何かというとトップチューブプラスステムの長さが670になるんで、これが僕のサイズはこれになります。で、皆さんも今乗ってるトップチューブがあればトップチューブ、ステムがこの長さになると思います。で、もし僕が590のトップチューブ乗った場合は、ここが3だから、8センチのステムになる、その足し算引き算の感じでこのサイズになればバッチリです。で、もしロードバイクをフラットバーに交換した場合は約2センチステム長くすると相性良くなります。これだから今僕のサイズこれです。これが一番のです。でもポジションっていうのは正解がないので、その人も例えば腰痛あったりとかぎっくり腰とか膝痛いとか、いろんな兼ね合いでポジションって絶対変わってくると思うんで、必ずしも正解はないんで日々進化すると思います。例えば25歳の時はヒルクライムして白石峠登れたけど、50歳になったらちょっとこう背骨が曲がってきて登れなくなった、もだとちょっとこうトップ中短い方がいいかなと思うんですけど、それもステムで調整できます、はい、もう過去にこんなステム使ってきました。これリッチーのステムをタケちゃんに塗ってもらったやつです。これで100、ある時はこのシエロ乗ってました。シエロ今トップチューブがへこんで裏の倉庫の上にかかってます。このステムだけで4、5万円ぐらいします。めっちゃ重いです。で、ステムの角度もいろいろあるんですけど、大体が6度84度っていうのがステムの標準的な角度になります。この感じで、トムソンは、10度か0度かだったと思うんです。僕は0度を主に使ってます。これオーダーフレームなんでスペーサー0で、男前仕様でスペーサー0にします。本当はカーボンコラムはここに5ミリぐらいあった方がいいと思うんですけど、あった方がいいです。僕はなくても大丈夫でした今のところ、はい、で、もし長いステムつけてちょっと遠いなっていう人は、ブラケットカバーをちょっとこのブラケットカバーでこの辺つけるんですけど、それをこの辺につけてあげて手前にすることで微妙な調整も可能です。あとここが、僕の美学ですけど、横から見てこのバーテープとここがまっすぐなるようにっていうのが、僕の美学です。レバーの位置よく雑誌とかにはここに線を引いて一直線になるようにした方がいいって、目安もあるんですけど、僕はここで合わせていきます。なんでかっていうと下半持たないから、こうです。で、冬場はやっぱこう厚着して、さっきも言ったけど2回目かこの首がこう痛くなるんですけど、ステムの角度を上げればだいぶ楽になります、こういうのもあります。こういうカチンと上がったやつとか、これやるともっと楽になるけど、欠点はケーブルが足りなくなる場合もあるんで、ケーブル交換必要な場合もあります。逆にしたんですよ、攻撃的な男前仕様なんですか。で、今シムワークスさんの1個前のステムがまだ在庫あるんで、この機会にポジション買いたいなっていう人はオンラインショップ下貼っとくんで、それで見てください。こんな感じ、SW、 これタケちゃんがこれスターウォーズって言ってました。これ31.8、綺麗ですね。ペイントしてもいいし、
さっきのこれはグランピーのステムになります。ここが42ミリになります。スタックハイとか下げるでしょ。こういうのピストつけてなんかアップハンドルつけたらかっこいいですね。こっちだとこっちつけてなんか BMX のハンドルつけるとかかっこいいと思います。で僕は今一番注目してるハンドルがあって、僕はもういつもこのイーストンの EA70AX を使ってます。これ愛用してます。グランピースタイル。これ特徴がここコンパクトなんですけど、この横がこう広がったハンドルになります。これ何がいいかっていうと、見た目がかっこいいだけです。あと下りセクションでちょっと脇力入りやすいんでブレーキングもしやすくなります。最近、パナソニックの今ロードバイク今カスタムしてるんですけど、そのハンドル良かったんで最後にそれ紹介して終わります。持ってきます、パナソニック。今日もパナソニック帰ってきました。これはパナソニック CX の感知ブレーキモデルになります。完成は2022年のおそらく4月か5月ぐらいになります。これです、これ見てください。これやばい、パナソニックロードバイク、もうこれはあれです、岡本豆腐店さんを差し抜いて今年第1位、かっこいいすいません、FRCC12 といって、パナソニックの普通のチューブよりは太いオーバーサイズのパイプを使っているので、乗り味は柔らかいというよりはガチッとした感じのよく踏めるフレームになります。いやめっちゃかっこいいこれ。しかも58サイズなんで僕が乗れるサイズになります。これまた別でこの動画撮りますね。でこのお客さんもともとはエンデュランスロードディスクブレーキモデルを、検討したんですけど、なかなか入ってこないんで、じゃあもうリブブレーキにしようかって言ってこれになりました。でもこれがもう正解だと思う。これで今回選んでいただいたハンドルがこれがもうめちゃくちゃいいです。これこのケーブルのこのガイドがあるんで、例えばバーテープ巻いてこう握った時もそのケーブルのそのモコモコ感が出ないとか、ビニールテープがずれてこのビッてなる必要もない。あとこっち側にもこういうガイドがあるんで、もうとにかくいいハンドルです。これは2万6000円ぐらいかな。僕もこれ次つけてみようと思います。 EC90 の SLX です。エンビに比べてイーストンはコスパがいいっていうか、コスパいいです。これは今週末に完成するんで、また動画撮ったらまた公開します。はい、じゃあ一回閉まって。冬になってこれからまたポジションがもっときつくなると思うんですけど、そういう人は今持っているステムをこう逆さにして上向けたりとか、あとはもともと勝ち上がっている、ステムにするとか調整してみてください。でその時に気をつけるのが、今自分のサイズが何かっていうのを気をつけてもらえれば、ステム選びのが簡単になると思います。トップチューブプラス今ステムの長さが何センチかを計算して、そうすればステムの長さ、例えば自転車乗り換えても出しやすくなります。もし今のがきつかったら1センチぐらい短くしてもいいと思います。短くして上向きにするとか、冬限定でしてもいいと思います。はい、で今、シムワークさんの、SW、このステムがまだ在庫あるんで、クラシックなフレームとかでポジション変更したい人はこれおすすめです。あとシムワークさんのハンドルも在庫します。はい、ぜひセットで買ってください。で今日紹介したステムとかハンドルとかは、下の概要欄紹介してあるんで、もし迷ったら下概要欄見てポチッとしてください。はい、じゃあ終わります。